インターネット上では知ってるよ。ああ、それか、そうか。画面上で会ったこともねえよ。昆虫なんで俺が相手会わなくちゃいけないんだよ、気持ち悪い。あの動画配信者の方が昆虫。そうだよ、昆虫だよ。だから3月でやってたっていう噂だし、その前、ね、1年前ぐらいに出てきちゃうんだろ。なんで俺が昆虫に会わなくちゃいけないんだよ。さっさとぶつ捕まえろよ、お前ら無能なんだからよ、高尾翔よ。何やったって無能だろ、今までよ。なんで言えんだよ、てめえ。騒がれたじゃねえかよ。どうすんだよ。俺騒がれないために警察呼んでんのに、騒がれたらどうすんだよ。意味ねえじゃねえか。お前ら何も使えねえじゃん。なあ、俺命取られるとは思ってねえけど、なあ、帰られると騒がれたら意味ねえんだよ。どうすんだよ。なあ。もう、私たちはずっと止めてたんですけど、知らないよ。あんたらも力不足だろ。それは俺は知ったことじゃねえだろ。お前らの仕事が足んねえんだから、バカ。何言ってんだよ。そんな、あんたらの都合なんて知ったことじゃねえよ。あんたらの仕事なんだよ。知ったことあんたのね、言い訳とかどうでもいいよ。何のために110番なんだって話だよ。あんなの生きられてよ。あそこ会場っていうか、開け、あの、どうだ。それは俺に落ちておかんのかよ。いや、開けた理由としてはその警察官が見えてたって。そりゃそうだろ、警察官が押したと思うだろ。だから開けんだよ。相手がなんで入ってくるんだよ。バカだろ。当たり前だろ、なんか騒がれたら意味ねえだろうよ。逆に騒がれてんだぞ。じゃあ警察のオスについて俺は警察を怒ってるわけだからね。てめえらがね、結局中入れたからだっつってんだよ。すみません、先ほどのお二人の、お名前とかも全部、配信者の方は、お名前とか全部聞けたんですよ。うん、もう一人の方は、まあ、ちょっと拒否されてて、まあ、そこはあくまでも任意なので、ちょっと聞けなかったんです。任意も何もよ、任意も何もあんない、罪おかしいのに任意くそねえだろ。いやで、何が任意だよ、お前、もう起きてるよな、ね、二人とだろ。俺が出てきてるのに、そのまま居続けて、ブン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 何度も押し続けたんでね、そんで、あげくだけには中に入ったんだろう。で、その中に入ったのは開けられたのが原因じゃないですか、それあくまで。何開けられたら、何だ、入っていいよって言ってないのに、俺は帰れって何度も言って、動画で撮ってるから、じゃあさ、そこらへん勝負しようか、じゃあ、確認しようか。俺は何度も何度も帰ってくれっていうのを言ってますよ。いや、それはわかります。それはもう全然分かってて、分かってて、なんでオートロック開けたら本人が入っていいって許可になるんだよ。いや、あそこまで目の前にいたんで、で、いや、私たちももう一人を必死で止めてる状況だったんで。知らない、だから、あんたらの事情は知らねえけど、俺、あいつらが入ってるって一言も言ってねえと、出てけって言ってんだからよ。開けたのはあんたら入れるためだろ。あれはちょっと止めようがなかったからっていう。だから、勝手に入ったんだろ、じゃあ、勝手に入ったんだよな、あいつらは。まあ、開いたから、まあ、あの方も。あいつら入っていいのじゃあ鍵さ、かけてなかったら、勝手に入っていいのかよ。扉開いてたら、勝手に入っていいのか、そんち。まあそうじゃないですけど。じゃあ違うんだから言え、僕や。ほら。で、しか無能だな、てめえ。今、もう一人のその 3月に出てこられる方のご住所とかも全部お聞きして。聞いたから何なんだよ。なので。聞いたから何なんだよ。お聞きしてるので、で、これからその、何ですか、その、もし今後、そういう同じような被害とか、また来たりとかしたら。あ、あれで覚えてろって言ってなかったか、もう定かという方もな。人定できなかった人間、言わなかったかよ。言ったよな、じゃあ今後何かあったらどうすんだよ。どうすんだよ、だからよ。すぐ来ますので。来たところでさらわれたら意味ねえだろうよ。どうすんだよ。じゃあ来たらまず絶対開けないでください。え絶対に開けないで。街中でさらわれたらどうすんだよ。おめえどうやって連れ込んだよ、てめえ。さっさと引っ張れよ、てめえ。引っ張れんだろ、引っ張れねえのかよ。教えろ、法律的に引っ張れねえのかよ。ちょっと私勉強するときにまだその辺ちょっとお伺い。じゃあ勉強しろ、今から6本広げてこい、バカ野郎。じゃあちょっと今日これで失礼しますので。は？いやまだ110番入ってますので。知らねえよ。今日どうしてほしいですかね、これから。あ？引っ張れって言ってんだよ。ああ、ありがとう。引っ張れねえのかよ。引っ張れんならもう一個の先輩の警察官に聞け。了解、じゃあ聞いてきますので。ふざけんな。失礼します。舐めやがって。すっかいね、若造がよ。ワンピン、ワンピン、まだね、入ったばっかのやつ。入ったばっかのやつ。警察官。
舐めてんのかよ、バカ。いや、怖いでしょ、トリッシュ。警察官の前では行き交ってたけど、あ、蓋してた。怖い。いかがでしたい。アホだろうよ。だからね、八王子署もさ、高尾署もそうだけど、無能警官ばっか揃えてんだよ、本当に。ここなんなの、八王子って町は。そう、手が震えて飲んでると思って、喉乾くからさ、喋ってくから、本当に。いや、動揺してるよ、ならしい。本当無能だろうよ。わかる？板橋さんの警察官が一番被害さ。全国的に無能？だって確実にはもう出てけって言ってるのに、出てかないで何度も何度もインターホンを押してる。挙句にオートロック開いた、入ってきました。逮捕できんだろうよ。事情を聞いた上で。おまない？事情を聞いた上で逮捕できんだろ？なんでしない？外は警告するの？うなちゃんまん、さかばうな、うなちゃんまん助けて、早く戻ってきて、もう大阪なんか飽きたでしょ。迷惑だ、俺野球だぜ今日俺な。あ、自力でやれ。めんどくせえな、本当に。なんだかわかんねえけどよ。不法侵入にならない？え？無能無知だから知らないらしいよ、警察官。勉強不足らしいよ。だから六法全書で見て勉強するってさ。引っ越する金ないよ。110番通報が入ったので、他のところ行かなきゃいけないので、じゃあこれで失礼します。は？何も解決してないのに、は？と思ったら、バカじゃねえの。お前ね。バカやろ。この世で危ねえだろ。今の心境、超迷惑。あ、花道ありがとう。ふざけてんな。
本当に。八王子署から応援呼べよ、本当に管轄外でも、ね、バカやろ、うん、事件起きただろうよ、事件起きたじゃん、侵入したじゃん、普通に部屋こことか聞いてた、頭おかしいだろ、うん、やばいだろあんなのさ、わかんねえけどさ、だから定勝はマジやばいんだって、なんかここに住み入れてたら、ここにあんな出てくんねや、とりあえず俺関係ねえんだからよな、俺のな、どれだっけ、待ってな、来んな、本当によ。どこだ。どこだっけ。これか。警察来てるみたい。だって俺のこれプルルってならねえよ。ならないもん。安倍家はもっとすごいかな。話をすること何があるんだよ。話したけど、少しな。俺の名前出したんだろう、どうこうだろうっていう話だよ、その定勝って人はね、うん、違うでしょって、あんたと近藤組長が、あんたと近藤組長はね、俺と鮫島のことやるっていうことがね、 YouTube に上がったから、それは生放送でやったことでしょって、それが発端だって、うん、ね、定勝って人知らないんだから俺は、だからね、定勝だかハムだかハムカツだか誰だか知らねえけど、うん、そういう話をしたんだよ、そういう話をしたの。そしたらお前から言ったんだろ。いや、お前からって動画見るまで知らなかったんだから、あんたのこと知らないよって、うん。知らねえよ、うん。いいよ、別にやられりゃいいんだよ、俺。いや、簡単に。やられりゃいいんだよ、そんなもん。逮捕されりゃいいじゃん。俺がやられて終わると思ってんのだって。終わんねえよ、うん。捕まってもらうだけだよ。うん、それまでだ。いやー、マジ。絶対これ近所からクレーム来るに決まってんじゃん。んなもん。何時だと思ってんだよ。なあ、3時ちょっと過ぎの話だろ。3時ちょっと過ぎにエントランスのところでギャー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 騒がれたんだぜ俺、本当に。この動画煽ったんだろう。